はい、今日はね、勉強の仕方についてね、お話ししていきたいと思います。まあ、どちらかといえば小学校、中学校、高校、大学の勉強の仕方とまたちょっと違いまして、大人のね、勉強の仕方っていうのに関してね、お話ししていきたいと思います。では始まっていきますね。はい、それではね、今日は、勉強の仕方についてね、ちょっとお話ししていきたいと思います。まあ、学生の時まではね、小学校、中学校、高校、大学まではそれなりに勉強していたけども、大人になってからあんまり勉強してないよという方もかなり多いかと思います、ね。で、まあ、効率のいい勉強の方法ってどんなものかっていうのもちょっとね、知っといていただけるとね、また今後の生活に役立てるかなと思いますので、ちょっとそれをね、見ていきたいと思います。まずね、知識を得るっていうことに関しては、本を読んだりとかね、あとまあ動画を見たり聞いたりするっていうのは一つね、いい方法だと思います。ね、まあ私も20代の頃からよく本は読むようにしてました。特に自己啓発の本ですよね。まあ、あんまり物語とかね、ああいうのはあんまり見ないんですけど、まあ漫画とかでも案外ね、読んでいくことでね、学びって案外多かったりします。あとは今の時代はね、動画っていうのも無料で見れたりするので、まあ、ラジオ感覚で聞き流してる方もまあ多いかと思うんですけども、できたらね、ちょっと聞き流すより、まあ、本当はまあメモを取りながらね、じっくり聞く方が多分脳の中には残りやすいとは思いますけどもね。で、分からなかったらちょっと繰り返しね、2回3回って繰り返しやっていくと、さらに理解度って増すかと思うんですね。特に本なんかも1回読むだけじゃね、ちょっと分からなかったかなとか、理解が浅かったかなっていう場合は、ちょっとまあ線だけ引いたりとか折り目をつけてね、その後2回目3回目ってその線を引っ張ったとことか折り目つけたとこだけをちょっと見ていくことによってね、今度短い時間内でしっかり復習できるっていうのもありますからね。そういった面では、まあ、本を読んだり動画を見るっていうのはすごくいいし、分からなかったりとかちょっと不確かなところに関しては繰り返しね、復習をするっていうのはすごくいいことだと思います。そういう情報をね、頭の中にインプットするっていうのがすごくね、まず第一段階では大事です、ね。で、今度インプットしたものをね、今度忘れないようにするためにっていうのと、あと人にね、自分の知ったことを伝えるっていうことをすることによって、さらにね、自分の実力ってグーグッと上がっていきます。まあ、例えば、まあ、家族とか友人にね、ちょっと教えてあげるとかでもいいと思います。で、あとは本とか動画で学んだことに関してはちょっと自分でね、内容をまとめてみるっていうことをね、やってみるといいと思います。まあ、私もこういったのはよく大学のね、定期テストの時とかに、まあ教科書バーって読んでね、で自分でまとめていくんですね。で、まとめていくことによって知識がだんだん整理されていってね、何が大事で何がどうでもいいのかって、枝葉なのかとかっていうのがだんだん分かってきますからね。ちょっと自分でね、時間とって1時間ぐらいでもね、30分でもいいから、時間とってまとめてみるっていうのは案外ね、実力がググッとアップしていくかと思います。あとはもちろん学んだことはね、この実生活に生かしていくってことですよね。せっかく学んだものがね、実生活で生かしていけなかったらまあもったいないわけでね。で、まあ、まとめていきますと、これも情報とか知識をね、まず自分でまとめてみるってことですよね。まとめてから、あとは実生活で生かしていくってことですよね。で、まあ、勉強とかしていくうちにね、学んでるうちに疑問に思ったこととか、初めて、あ、そういうことだったんだっていうのが分かることとかあると思うんですね。まあ、そういったことも言葉に出して発していくとかね、紙に書いていくっていうことをね、していくことで記憶に残しやすくもなりますからね。で、まあ、例えば YouTube なんかでしたら、まあ、動画とか見るとね、まあ、自分で、まあ、メモってまとめてみるのもいいと思いますし、なんかコメント欄にね、パパパって今日、あ、これ今日はこういうこと学びましたよとか、こういうことどうなんですかっていう疑問点とかもね、書いてあげるといいかと思います。まあ、私の動画以外にもね、他の人のなんかためになる動画とかも見ていってね、で、なんか気になるなと思ったら、そういうのをちょっとコメントしてみるのもいいかもしれませんね。というわけでね、まずね、
学ぶっていうことと学んだ後アウトプットって言って生かしていくわけですよね、実生活に。この繰り返しです。インプットとアウトプットの繰り返しをしていくことで自分のね、あの知識とか能力とかっていうのがぐーっと上がっていきますね。もしね、無知っていうよりもいろいろ興味あることだけでいいからね、知っていくと今後の生きていく人生ね、かなり有意義に生きていけるかと思いますね。というわけでね、やっぱし大人になってから勉強しない人かなり多いみたい。もう本も読まないっていう方も多いからね、そういう場合、まあ動画でもいいからちょっと学ぶっていうね、意欲をちょっと持っていけるともっとね、充実した人生が送れていけるかなと思いますので、今日は勉強の仕方についてお話ししてみました、ではまた次回のね動画でまたお会いしましょう。では失礼いたします。さようなら。はい、お疲れ様でした。わかりましたかね。ちょっとね、難しかったよっていう場合はまたコメント欄にね、こういうとこちょっともうちょっと詳しく教えてほしいですとかでいいのでね、また書いておいていただけると助かります。またよかったらグッドボタン押していただければいいです。で、あんまり良くなかったよと思ったら良くなかったボタンを押してもらってもいいですのでね。あとまたね、毎日更新できたらいいんですけども、できない時もあるので、チャンネル登録ね、押していただいた隣にベルマークボタンがあります。そこを押しといてもらいますと、私が動画アップした時にね、毎回見逃しのないようにできるかと思いますので、押していただけたらと思います。ではまた失礼いたします。さようなら。